You can say it. I'll say the beer? I'll say the beer. Okay. Captain Armstrong, hold my dick. Alright. Jimmy Aika. Yeah. We gotta let the pod show a little. Okay. Okay. Okay, here we go. アヒアビールへようこそ、エリクです。ケジです。今日のビールは、金沢百万石コシヒカリエール。これはね、最近、金沢百万石ビールを発見して、この番組でね、英語版で。うん、で、すごい、ペールエールがすごく美味しくて、嬉しかったんですよ。だから、あのこのコシヒカリエールとスタートをぜひ飲んでみたいと思って、これを買ったんですよね、ケイシーが。そうですね。みんなは多分知ってるけど、コシヒカリのはその米の種類、ね。すごい有名な米の一種だよね。うん、まあだからこのビールはコシヒカリエールね。その、うん、キッタカワ。カワキタ。デン。カワキタの農場でそのコシヒカリ米を使ってこのビールを作った。でこの醸造所がですね、自分のバッグがもう。作っているので、もう育てているので、うん、その現地の米お米と現地の麦芽を両方使っているっていうことで、本当に G ビールですね。そうだね。本当の意味で。このビールは結構なんていうセッション用なビールで、まあ 4.5% だけだから。割と飲みやすいだよね。うん、で前回英語の版でペールエールを飲ませていただいたんですが、すごく美味しくて蜜のような味でした、うん、こっちはペールエールではなくて普通のお米の入っているビールなので、多分もっと軽い感じを期待すると思いますが、まあご覧の通りに色はね、こんな感じです。ラーガーとあんまり変わらない色ですね。そうね、でもラーガーじゃないね、本当にエールです。ラーガーじゃないです、本当にエールですね。うん、もうちょっとまあ、泡立ちがいいですね、これは。すごいね。この缶も割と好きなんで、ね、ちょっと見にくいと思うんですけど、もうちょっとね、近く見たいんだったら、その下の、ね、説明のところにリンクを入れてみますので、ぜひ。そうね、ちょっと普通の缶より、なんていうかな、うん、まあカラフルで、すごいカラフルだね。でも日本っぽいなデザインもしてもらってるよ ね。で、その、まあ、色はラガーみたいで、ちょっと透明な感じだけど、フィルターされてないよね、これは。そうね。匂いは、まあいろんなスパイスとか、ちょっとシトラスかな。あ、柑橘系の、そうだよね。あと胡椒的なクローブとかオーバーみたいな、うんうん、割と軽い匂いがするんですよね。でその缶をちょっと読んでみようと思いまして、ちゃんとした日本語ができるように、県内産コシヒカリが生み出すクリーンな味わいと自家製麦芽の芳醇な香りを見事に調和させた、爽やかな飲み口の G ビールです。以上です。ありがとう。飲んでみようか。飲んでみよう。はい、じゃあ乾杯。乾杯。うまい、うん、これはうまいね、うん、本当に金沢のは職人だね。そうなの？両方、まあ二つ、その三つの中で二つのビールを飲んだけど、両方本当に素晴らしい。超美味しい。普通のビールよりミノは何作ってるか絶対分かってるし、うん、材料のミックスとか、普通にはその米の味ね、ビールの中で米の味は。何回も味わったことある、うん、でキリンのビールとかで、あ、そういっぱい入ってるね。でもその時はこれはどの味かなと
よくわからなかったけど、これはわざとその味が出てて、普通のラガーに米を入れ、お米を入れるとなんか微妙な味がする、うん、なんか、うん、なんでこの普通のラガーがこの味がするのかってちょっと思っちゃうんだけど、そう、ね、こっちはねエールにちょっと米の味がわざと入れて、もっと、まあ、僕から見ればちょっと綺麗のいい味がする、うん、本当は後味がすごい綺麗で、はい、でまあエールだからそのもちろんあの柑橘系のあの味と、あとクローブとかそういう系の軽いスパイスもあのその味もするんだよね。そう、全部混ざって多分最初にはそうね、ちょっとさっぱりな感じで、うん、うん、それでさっぱりするビール、セゾンのレベルに比べたら、まあ、スパイスが低いと思うんだけど、うん、スパイスも入ってて、あと柑橘系と、あのもともとエールとしては軽い方だと思うので、うん、本当に、まあ、夏には美味しいと思うし、あと日本食と和食と一緒に飲んでいただくと美味しいと思います。うん、俺もそう思いますね、はい、それしか言えない、はい、でスタウトもあの買ってみたんですが、それはまだ飲んでなくて、これからのエピソードに登場するのでよろしくお願いします。じゃあ終わりかな、ね、今日もご清聴どうもでした。あのまたぜひよろしくお願いいたします。乾杯。乾杯。That seemed like a good time to wrap it up. Yeah, I thought that was good.